こんばんは。こんばんは。皆さん、お疲れ、ありがとうございます。ちょっと待って。こんばんは。よいしょ。こんばんは。中村舞です。よいしょ。よいしょ。皆さんこんばんは。お疲れ。ありがとう。かわいい。ありがとう。バラ、ハート、アイス。ありがとうございます。皆さん、一日お疲れ様です。お疲れ。待ってた？中村舞です。今日金曜日だったわ、ほんと。明日土曜日。明日は土曜日です。ありがとうございます。お疲れ様。そう、明日はそうなんですよ。直接お話し会です。皆さん、明日は何時間目だっけ ?2 時間目かな ?2 時間目から会いましょう。2時間目です。今日はもうボッサボサです。なんてこったです。今日はっていうか、なんか毎日すいませんボサボサでって言ってる気がします。ボサボサでございます。2時間目から待ってます。そうなんですよ。6時間目まで。そうだ、いいね、ありがとう。プラメの絵がやばかったです。そう、自撮り撮ってなくて送ったや。なんかすっごい外の音するわ。服装の悩み？あ、でも明日はなんかね、全員同じ T シャツ着用なんですよ。そうそうそう。で、なんかそれ以外は自由みたいな感じで、なんか下は何を合わせても多分いいよね。そう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 。ありがとうございます。服着回ってる。なんか広島が浴衣だったんよ。そうそう。で、前回の大阪はあの制服だったから、コーデむずそう。どうしようかな。下履こっかな。どうしようかな。ありがとう。髪型？あ、決めてないよ。髪型？
履かない選択肢あるんですか。まあでも見えないからな、あんまり。そう、台があってね、下見えないからな。履こうか迷うな。履いてください。履きます。あ、確かにスペイン絵がある。確かに。でもまあ見えるんですよ、若干ね。こう下じゃないや、こう後ろに下がったりしたら見える。うん、なんかなんだろう、スカート履くわ、ちょっと短めの。なんか制服のスカートとか履きたいんだけどね、本当は。スカートでいきます。なんかキッズ感がある。私多分ね、もうメイクをせずにこんなオフモードでやってるからだと思う。なんてこった。ありがとう。キッズ感おもろい。マジか。前髪？いや、このまんまで。明日日帰り、うん、何ですか、フェスがあります。東京でご褒美ありがとうございます。そう、2日連続そう、オンラインお話し会6月19日あります。そうなんですよ。まだありがとうございます。多分お話し会やって夕方にライブやって、またその後お話し会なんですよ。なんでライブ直後のお話し会って感じがする。7月2日のフェス、え、そうなんですよ。私これさっき7月2日になんかフェスが、フェスなんですか、わかんない、あるんですよ。さっきホームページで知ったんですよ、ツイッターで。7月2日にある、なんかね、フェスがねあるんですよ。ちょっとなんか夏だーみたいなフェスです。そんなんじゃないか。あ、タワーもらった、ありがとう。ミッキーさん、ミッキーさん、ありがとう、ありがとう。フェス多いんじゃない？フェス多いよ。フェス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 。フェスめっちゃ多いんですよ。そう。ちょっと、中村フェスは多くてすごい嬉しいんですけども、逆に公演がね、全くなくて、
公園不足なところはちょっとある。めっちゃ公園出たい。もう公園にずっと出てなくて。あ、いい感じ。ちょっとこんなことになっちゃった。ちょっと待ってね。ここいらした。そうよ。姫カット、そう。今随筆を書いています。枕の草子。清少納言。糸おかしい、糸おかしい。無限なり。ちょっと知ってる古語を並べよう。あとは何知ってるかな。あわれ。ちょっと待って、あとちょっとで書ける。春は秋物、ヨーヨー白くなりゆく山際、少し明かりて、なんたらかんたらで、なんたらかんたらで、書けたよ。じゃーん。ミッキーさん、ありがとうございます。じゅじゅ、まあいい。ありがとう、ありがとう。ありがとう。うまい。これ。バナナ。さくらんぼバナナ。わ、またタワーもらった。ヒッキーさん、ありがとう。どら焼きだ。ちょっと待って。これね、見て、おばきゅうのね、あれなの。おばきゅうの
メモ帳。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。ちょっと待ってね。ねえ、どら焼きね、むずいんよ、何気に。ちょっと待ってよ。いける？ちょっと待って。早くありがとう。Q つながりやね。そう、私の Q はおばきゅうの Q から来てるので、おばきゅう様様です。おばきゅうはお母さんみたいな感じですよ。マイキューの Q はおばきゅうの Q。 覚えといてください。じゃーん、開けた。おめでとう。まいちゃんにお祝いしたら絶対幸せな一年になります。幸せになれよ。ヒッキーさん、ありがとうございます。うま、ありがとう。上手。ありがとう、ヒッキーさん。なんだっけ、ありがとうございます。お花。習字、私習字習ってたんですよ。そうそうそう、習字習ってましたよ。なんかでも1年ぐらいかな、小6ぐらいの時に。なんででもなんかそんなにめっちゃ上手なわけではないんですけども、何段かな、何段か持ってます。あの毛筆と硬筆。もっと有効に使いなさいって言われた。普段ね使ってますよ。1年ぐらいで、うん、1年か1年半ぐらいかな、1年か、うん、そんぐらいだったと思う。なんか習字行って、で硬筆は何級かだったんですよ。で毛筆は何段か持ってて、習い事してた。友達の影響でなんかやってて、
イラストはな絵は習ってないですあ、何ですかあれ、ありがとうございます。タルトみたいな。文字が女子らしくない。あん、女子らしいってなんやねん。女子らしい文字というのがまあ分かんないですけども、結構でもなんかなんだろう、確かにもうズバズバ書いちゃうかもしれません。ありがとう。アンのファンですやんのか私さ、おじいちゃんが超ワイルドなのだから、私もねたまに根がワイルドなの。あとね、私の最近ワイルドだったエピソードがあってあの、私あんまりその何ですかね、こう荷物を増やしたくないわけですよ、外に出る時に。で、あのバッグは持ってるんですけど、でもバッグを持たない時が割とあって、こうポケットに財布だけ入れて外出かけたりする時もあるんですよ。で、あのこの間美容室行ったら、あの美容室でこうバッグをね、何ですか、こうロッカーに預けるんですけど、そう、あのいつもロッカーにそのバッグ持ってないから預けないんですよ。でもその日はたまたまバッグを持ってて、そしたら美容師さんが、マイさんってバッグ持つんですか、いつも手ぶらですよねって言ってきて、確かに私美容室でバッグ持ってったこと本当にあんまなくて、そうめっちゃ驚かれて、走るのに邪魔。え、そうなんよ。そう、よくわかりましたね。そう、だから私美容室までもう手ぶら、やっぱ走りやすいのは一番手ぶらなんですよ。なんで、そうそうそう、手ぶらキャラなの。いや、これキャラとかじゃないんですよ、あのよくやっちゃう。あ、たい焼きありがとう。いやね、これがね、なんでなんだろう、なんか、いや、バッグ持つときは持つんですけどね、その日はたまたま持ってて、そう、なぜ走る、なんか時間に追われていて時間に追われていて毎日そうなんです。この間びっくりされた、だからバッグ持ってるんですね。そうなんで、実は実は持ってるんですよってそう、なんちゅう会話やって感じなんですけど、てへてへ。ありがとうございます。長財布、あ、私あの長財布じゃなくて、何ですか、ちっちゃい、ちっちゃいというかこう二つ折りの財布使ってて、そうなんですよね。なんかね、場所をねあんまりこう取りたくなくて二つ折りにしてる。化粧品とか、あー、化粧直しが必要な時だったら持ち歩くかもしれんわ。うん、
もうなんかいつもなんかレッスンとか行く時もレッスン場まで、あのまあ飲み物とか買うから財布を、財布とあとなんか立ち位置とかいろいろ入ってる携帯と、あとあとなんだろう、家の鍵を片手に猛ダッシュする。私の普段のなんかコンビニ来たみたいだねっていつも言われる。今日も言われた。ワイルドだろう。たい焼きありがとうございます。ありがとうございます。かわいい、ありがとう。いつも時間に追われてるんですけどね、ほのたんさんも結構時間に追われてるんですよ。で、あのレッスン場が近くなったら大抵私の前か後ろをほのたんさんもあのダッシュしてるんですよ。で、あ、時間に追われてる仲間だ、あ、ほのたんさんっていう。そう、野田さん走ってる時あるよ。ありがとう。腕時計買ったんですよ。そういやこの間腕時計、私腕時計買ったんよ。ちょっと見せたい。買ったけど使ってない腕時計。腕時計って可愛いよね。見て、タキシードサムの腕時計をこの間買ったんですよ。じゃーん。だからもう持ってるだけで可愛い。サムー。これは最近発売されたサムの腕時計です。値段ちょっと言われた。恥ずかしい、ちょっと。タキシードサム。使うの？なんかでもいいですよね。しかもこの何ですか？この何ですかね？このっていう針が好きです。ラブリー？かわいい。なんかこの色が好きなんですよね。なんて言うんですか、こういうちょっと優しい青っぽい感じの色大好き。買ったのにつけないのなんかもったいなくって、明日つけようかな。じゃあタキシードサムのコレクターじゃん。え、そうなんですよね。なんかあったら買っちゃうんですよね。お話し会？え、そう、明日の T シャツ水色。そうなん、そうそうそう、合いそう。よし、さ、こうやってさやるのかっこいいよね。なんかさ、こう歩いててこうやって、半袖よりも長袖がいいな。でこうやってこうやってやるのかっこいいよね。やりたいわ。長袖がいいな。こう手が出てなくて
やりたい。内側なのね。ああ、え、どうなんだろう、わからん。外につけるんかな、内につけるんかな、あんまり時計をつけんけんさ。内側かな。でもどっちでも可愛い感じする。つけようかな。いいね。でもちょっとこれ時間合ってんのかな。え、待って、これ合ってるのかな。あと5分、あと5分ですか、このショールーム。4分、ほぼ合っとるわこれ時間。すごい。あと4分か。そう、これもう買った時にこのまま来たよ。すごい。ほぼで宴会。いや、合わせるわ。多分これ合わせるやつあるから。うんうん。秒針はね、30秒。どう合っとる？合ってる？合ってない？どうなんだろう。このショールームのコメントもラグがあるからさ、若干ずれとんかもしれん。じゃあちょっと待って、男女呼ぶわ。きよじさんの黄昏さん、りょんきゅうさん、山猫坊主さん、くまねパパさん、けんじさん、しんじさん、ミッキーさん、ヒッキーさん、広島港パセリさん、ロイさん。この丸はロイどうかな、さんカズさん、アーリーさん、刀剣太郎くんさん、ありがとうございます。皆さん、車の音がすごい。おやすみなさいませ。明日はお話し会終わってショールーム配信しようかなって思ってます。お話し会会いましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。あとね1分ぐらいだ。みなさん今日も一日お疲れ様でした。金曜日頑張ったね。マジで頑張ったね。また明日、また明日、おやすみ。お疲れみんな、おやすみ。みんな今日も本当にありがとうございました。また明日。またね。